ぼっこいどうも茨城下のぼっきです。林です。と、いやどうも大沼さんです。お願いします。今日は大沼さんのお家に、お家じゃないか、事務所だな事務所に遊びに来てメロンを食べさせていただくというお約束をしてるので来ました。はい、あったけど美味しかったね。うん、美味しかったっす。実はもうさっき食べた。アンデスは、はい、ガツンとメロン味、もうすげえメロンって感じ。うん、クインシーはまろやかでコクがある感じ。ああ、イバキンはすげえ甘いんだけど後味さっぱりって感じ。それじゃあイバラキングいただきます。あ、全然違うでしょ。違うですね。あ、うまいのにさっぱりしてる。そうでしょ。うん、でそれ終わって何すんの、この恐怖の時間。いや実は、はい、マジで聞いてないです。俺らも分かんないですよ。うん、今からやるのはロシアンメロンルーレット。ということはロシアンって、ロシアってダメなやつ知ってる？あ、死ぬやつ知ってる。死ぬやつ、あの、開けるんですって。そう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 。ここイエーイってなるとこロシアン NG だね。うん、ロシアン NG、こっち俺らは大丈夫だし、小野間さんも翔星さんから OK もらってるんで、それではやっていきましょう。レッツポークが3本出てるんで、好きなやつ取ってください。え、怖っ怖っ。いや、本当に見えてないですか、みんな。何も見えねえ。静かに待っててください。全然見えない。静かに待ってる。まだハゲてる、ハゲてる。ハゲてねえわはい、じゃあ置きます。フォーク触ったらそのまま持っててください。触った。え、どこどこ。あ、これゴッキーの手。違います。これだよ。よし、これだけの口でじゃあどうぞ食べてください。いいよ。え、今食べるの。いただきます。何メロンなの。美味しいやつだよね。美味しいよ。いただきます。何するの。あれあれよし、やばなくお前一人きりの事務所何だ。待って、吐きそう。やべえ、下唇。あれあれ全員外れてる。俺ただ、ま、当たり、え、当たりどれ。ちょっと待って、村山に俺一個は入れないでって言ったよね。言った。どうした、間違えたの。うん、おい、その茶番やめろ。やめろよその茶番。ちげえよ、話しな。話し、話しない。ちげえよ。話って何。ちげえよ。どうよ。大沼さんに食わすんじゃねえのかよ。そうだよ。え、あね、話がちげえだろ。そういうドッキリやろうと思ってたの。なんか小沼さんがメロン紹介してくれて、じゃあみんなで食べようかって言った時に小沼さんにだけわさび入りのメロン食わせるみたいな感じになってたじゃん。メロンってワンシーズン一口食うか食わないかだからさ。え、なんでですか。だって最初のメロンがうまいかどうか味見すればもう OK なのよ。ああ、あといらんがな別に。え、メロン食わないんすか。食わねえよ。